はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、ラーメンの自作動画でございます。ただね、今深夜の3時なんで、ちょっとね、嫁さんとかちびちゃんとか起こさないように声はね、張り上げずに進めていこうと思います。で、今回作るラーメンがですね、濃厚煮干しを作ろうと思っております。まあ、この濃厚煮干しね、煮干しだけではなくて、かなりね、動物系なんかも加えて、いろいろとバランスを取りながら作っていこうと思いますんで、今回もお付き合いいただければと思います。まずはじめにこちらのね、豚骨、げんこつでございます。これをね、時短で圧力かけていくんですけれども、圧力かけちゃうとね、アクの方が混ざっちゃうんで、先に下茹でをしてアクを取っていきます。まずはこちらに、げんこつを1キロと。よし、これでと、ほい、スタート。はい、ってことで今こんな感じでね、げんこつの方が茹で終わりましたんで、こちらのザルに開けて水で洗い流してきれいにしたいと思います。で、洗ったげんこつをね、こっちの圧力鍋の方に移していきます。こちらのげんこつをと、強火の強圧で約1時間ほどね、煮込んでいきたいと思います。はい、ってことでね、今こちらの圧力鍋1時間経ちましたんで、一旦端に寄せておきますと。圧がね、抜けるまでこのまま置いとくとして、先にこちらの寸胴の方に他の食材を入れて火を入れちゃいたいと思います。まずはじめにこちらの豚の背がらですね、背がらを1キロと、こちらの丸鶏ですね、はい、それとこちらのもみじと、で、プラスお肉のラスト、豚バラでございます。臭み取りにこちらのネギの青い部分、軽く生姜も入れちゃいたいと思います。で、ここに具材がしっかりとね、浸るぐらいまで水を入れていきたいと思います。そしたらこれを、よっこしょ、強火でこのまま沸騰させながら、アクを取り除いてね、スープが乳化するような温度でしっかりとね、混ぜ合わせていきたいと思います。今こっちのね、最初に煮ていたげんこつですね、圧が抜けたんで、このげんこつだけこちらの寸胴の方に移していきます。よし、ってことでこんな感じでね、最初の動物系のスープ自体は材料すべて整いましたんで、このままね、アクを取り続けて、乳化するまで火を入れていきます。はい、ってことで今ね、こんな感じで鍋沸いております。アクはね、結構取ったは取ったんですけど、永遠に出てくるよねただ、あんまりね、取りすぎても、そろそろこう、チー油とか動物系のね、油が出てきたので、それを取りすぎないように、アク取りはこの辺りまで、あとはね、これをいい感じに煮詰めていこうと思います。はい、ってことで、ただいまね、スープを作り出してから約6時間ちょっと。今のスープの状態はこんな感じで、かなり乳化しております。こちらのね、スープの方を一回チビ寸胴でこしながら移していきます。今ね、スープこんな感じ、綺麗に稚油なんかも混ざって、ちょっと黄色っぽいオレンジっぽいような乳化したね、動物系のスープが完成いたしました。で、ここに煮干しを加えてね、さらに煮込んでいくんですけれども、ちょっとね、もう眠い、だいぶ眠いんで、一旦ね、睡眠を挟んでから煮干しの方に取り掛かりたいと思います。それでは一旦おやすみなさいということで、先ほどからね、約1時間半ほどお昼寝をいたしました。で、スープをね、こっちの大寸胴の方に再度移し替えました。先ほど説明をしていたこちらの、煮干しちゃん、この煮干しちゃんを1キロほど入れていきたいと思います。今ね、800g ぐらい入れたところでいい感じだったので、こんなもんにしておきましょう。ということで、中身こんな感じでございます。結構そこまで煮干しちゃんって感じ。この状態からね、プツプツと、まあ中火ぐらいかな、約1時間半ぐらい炊き出していきます。このスープをやってる間に香味油作っちゃいたいと思います。今回はこちらのラードを使用していきます。まずはと、ラードをドッと、このラードが溶けましたら、煮干しちゃんと、煮干しを入れたね、この油の中にほじそですね、見えるかな、ほじそ、これの身だけをね、
中に入れていきます。よっ。これで煮干しとほうじ草の香りを出しながら、ちょっとちょっと泡が出てくるぐらいのね、低温でじっくりと香りを出していきます。そしたらこのままね、お互い火を入れて完成するまで少々お待ちください。はい、ということで、あれから1時間半ほど煮込みましたんで、火入れは OK と。そしたら、またこちらのね、お鍋の方を小さい寸胴の方にこしていきます。はい、ってことで、こんな感じで煮干しのセメントスープが出来上がりました。ここからね、試作をして、嫁さんに食べてもらってから、僕も食べようと思います。はい。で、先にね、ラーメンを作る前に、本日の返しの説明をしたいと思います。返しは2種類と。こっちは、濃口醤油にみりんと酒を加えまして、煮干しを入れて煮詰めたものを一晩寝かしております。こちらはね、お醤油なんですけれども、白醤油を使っておりまして、酒、みりんを合わせた後に、サバ節を合わせて火を入れてから一晩ほど寝かしております。本日のラーメンはね、先ほどのスープ作った香味油、この醤油に、昨日仕込んでおきました低温のチャーシューと先ほども登場したほうじ草、刻んだアーリーレッドを使ってラーメンを作っていきます。はい、それではラーメン作っていきましょう。今回使うのはね、こちら低加水の細麺でございます。煮干しに合わせて購入いたしました。麺投入と。まず先に返しを、6cc ほどで、香味油を15と、スープを合わせてと、麺と。チャーシューと、アーリーレッド、真ん中に、よいしょ。最後に、ほじそと。今日はね、味玉とかはないんで、少し見た目は寂しいですが、こんな感じで完成でございます。うまい。美味しい。うまい。うん、うん、うまい。今日成功な感じ。うん、これ美味しいね。これ美味しい、うん、よっしゃ、美味しい、いただきました。今日待ちきれないので、俺も食べてこよう。作ってきます。はい、ということで、先ほどね、嫁さんに食べていただいて、OK サイン、うまかったよといただきましたんで、自分の分もね、作っていこうかと思います。これ入れちゃうとね、多分スープ少ないんで、表面がね、麺だらけになっちゃうと思うんですけど、一応僕用なんでね、これを2玉使っていきます。はい、こんな感じで自分用の煮干し完成でございます。はい、そしたらね、今ラーメンこんな感じで完成いたしましたので、早速ね、食べていきますね。いただきますと。スープがね、いや、これやべえかも。めちゃめちゃうまいんだけど、これ。うん、やっぱりこれうま。自分で作ったラーメンランキング、美味しいランキングね、1位更新したかも。うん、かなりね、煮干し入れたりとか、まあ、すりつぶしたりもしたんでね、しっかりと煮干しらしいね、苦味とかえぐみ、これがね効いてるんですけど、動物系をねかなり入れてるんで、甘みがすごい加わってて、えぐみ苦味と甘みのバランスがめちゃめちゃいい。うまいなこれ。やっぱり僕、そのラーメンのいいところ、面白いなって思うところって、もちろんね、上品に作って、えぐみをね、抜いたりとか、丁寧に仕上げてるところもあると思うんですけれども、あえてこういう煮干しのね、頭を残したり、綿を残したりとか、動物系のね、下処理なんかもそうなんですけれども、普通の料理だったら、取るべきと言われている、えぐみとかって余分な味をね、加えることによって、ラーメンはね、それがね、旨味になる時があるんですよ。それがね、やっぱり一番面白い。なんかほんとラーメンってね、不思議なんですよね。ちょっとこのほじそも身を加えてみます。うん。あ、だいぶ印象変わる。うめ。
これもうまい。うん、この煮干しめっちゃめちゃうまい。いや今ね、濃い口醤油はめっちゃめちゃうまかったんで、続いてね、白醤油の方、これを作っていきます。はい、ってことで、ただいまね、2杯目の白醤油完成いたしました。で、ちょっと変更点、スープ多めに入れたのと、プラスアルファでね、麺が全粒粉の麺に変わっております。今日はね、麺を2種類乳化していたので、こちらは変更しております。ってことで、いただきますと。じゃ、スープ以外にもね、もちろん返しとか、香味油、こちらに関しても同量でね、増やしておりますんで。あ、白醤油全然違うな。こっちの方が不思議とね、動物系の甘みも引き立ってるんですけど、それ以上にね、煮干しのえぐみとか苦味っていうのが際立ってますね。なんか不思議。あ、でもうまい。よいしょ、全粒粉と。あっち正直あの一口目熱すぎて味分かんなかったわ。うん、やっぱり低加水の方よりも雑穀っていうのかな、こういう全粒粉の香り、香ばしさがね際立ってるんで、こう煮干しのね苦味といい感じにフィットしますね。これもうまい。うん、白醤油の特徴って、普通のね、濃い口とか、あの、黒いお醤油に比べると、少しね、淡白なんですよね。本みりんにも似たような、コクはあるんだけど、不思議とね、淡白な味わいになっていて、どちらかというと、塩味のラーメンに近いような、塩と醤油のちょうど中間なんですよ。なので、濃い口醤油で食べると、動物系のね、甘みも引き立っていて、ほんと、動物を合わせた濃厚煮干しって感じなんですけど、白醤油で作ると、よりね、煮干し感が引き立ってて、マジでゴリッこれになります。煮干し好きは多分こっちの方がたまらないかも。はぁ、うまい。ほうじそちゃん、あ、やっぱほうじそうめ、合うな。ごちそうさまでした。はい、ってことで本日もね、自家製のラーメン無事うまくできました。かなり動物感も溶け込んでいて、まあもちろんね、骨もお肉の味もしっかりとありますし、さらにそれを上回る煮干しのね、この旨味、これバッチリでございました。まあ自分のもうまかったんですけど、やっぱりお店に食べに行きたいですね。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。